これで契約は成立です。羽鳥千世さん、帰る場所も生きる理由もその術も何一つない孤独な少女知性。何でもいい、ただ帰れる場所が欲しい。なんだあの不気味な野郎は。あれは詐欺師でも魔術師でもない、今時珍しい本物ですよ。彼女を買ったのは異形の魔法使いエリアス。決めた、僕の弟子にする。やっぱり見えるのかいそれ。よかったことなんて一度もない。いつか君がよかったと思えるようにしよう。イングランドの外れで悠久の時を生きる魔法使いとの暮らしの中、知世は大切な何かを取り戻していく。こうやって帰ろう、僕らの家に。テレビアニメ魔法使いの嫁。僕は君を僕のお嫁さんにするつもりでもあるんだ。